討論の申し出がありますので、これを許します。委員長。宮本武史君。私は日本共産党を代表して、2018年度および2019年度決算に反対の討論を行います。NHK 決算では、当該年度の予算の執行状況とともに、NHK の経営姿勢が視聴者、国民の信頼に支えられる公共放送として、放送法にのっとり、国家権力からの独立、放送の自主、自立などの基本姿勢を貫くものであるかどうかが問われます。2018年10月23日、NHK 経営委員会が当時の上田良一会長を厳重注意するという事態が発生しました。これは、官報不正販売問題を報じた同年4月のクローズアップ現代プラスに対する日本郵政グループからの抗議に対して、NHK 執行部が予定していた第2弾の放送番組を取りやめ、しかも経営委員会が日本郵政グループの不当な介入を視聴者対応とすり替えて、会長のガバナンスの問題という形で行ったものです。ところが当該議事録は公表されず、この事実が明らかになったのは、厳重注意から約1年後の2019年9月の報道でした。放送法に背を向けて、経営委員会が議事録を非公開とし、視聴者、国民、そして国会にも隠され続けていることは極めて重大と言わなければなりません。日本共産党は2018年度の NHK 予算には賛成しました。しかし、その決算期において、経営委員会が、経営委員は個別の放送番組に干渉してはならないと定める放送法に違反して、NHK 会長に厳重注意を、しかも秘密裏に行っていたことは、極めて深刻な問題です。2018年度 NHK 決算には反対とするものです。2019年度決算期にも、この問題が国会で繰り返し取り上げられてきました。しかし、NHK 会長への厳重注意の議事録公開に背を向け、NHK に対する視聴者、国民の信頼を揺るがす事態を生んだ執行部経営委員会の責任は明確にされていません。したがって、2019年度決算についても反対です。以上で討論といたします。これにて討論は終局いたしました。これより両件について順次採決に入ります。まず、日本放送協会平成30年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書およびキャッシュフロー計算書について採決いたします。本件について、異議がないと決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって本件は異議がないものと決しました。次に、日本放送協会令和元年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書およびキャッシュフロー計算書について採決いたします。本件について、異議がないと決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって本件は異議がないものと決しました。お諮りいたします。ただいま議決いたしました両件に関する委員会の報告書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は候補をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。